さあ、そしてこちらに映っているこれは、はい、ホテルなんですよね。そうなんです。今回泊まった、はい、キューティーシドニーというデザイナーズホテルなんですよ、はい、こんな風にここフロントなんですけど、おしゃれおしゃれなんですよ、ね、音楽とかも、あのその時々で雰囲気に合わせて変えられていて、はい、昨年9月にオープンしたばかりのとても新しいホテルとなっています。なんかちょっとホテルとは思えないぐらいですけど、永井さんいかがですか？めちゃくちゃおしゃれですね。おしゃれなんです。そうそう、最高じゃないですか。なんかこれは本当にあのフロントの待合の椅子なんですけど、どこ座ってもシャッターチャンスになる、写真を撮れる場所になるっていうことで、ちょっと映画のロケ地に行ったような気持ちになって、いろんなところでふざけて写真を撮っちゃいました。ロースカイとかも結構ね、さっき出てました、綺麗ですね。はい、楽しいなんですよ。素敵ですよね。はい、あとインテリアなども特徴的ですね、はい、そうですね、あの、うん、ポイントポイントであの3種類の部屋が用意されていて、うん、ポイントで色を使われているんですけど、あのちょっと賑やかかなと、華やかすぎるかなと思いきや、とてもリラックスできる空間になっていて、本当にあのたくさん遊んでホテルに戻ってホッとできるっていう。なるほど、ホテルライフも楽しめる、そんなところだったんですね。はい、お食事も美味しかったです。そうですか。そして女性はやはりショッピングも欠かせないと思います。あ、はい、出てきましたね。これはどちらでしょうか？はい、こちらはですね、あの、うん、マーケットなんですけど、シドニーでは週末に何箇所にも刺さって、いろんな場所でマーケットが開催されています、はい、あの場所によって特徴が違うんですけど、うん、私が行ったのはこのパディントンマーケットというところで、食品からその現地のものを使ったお土産とか、あとあのまたインポートのオーストラリアじゃないものをあのたくさん輸入しているお店があったり、アロマのお店があったり、オーガニックのお店があったり。そうですね、オーストラリアオーガニックがね、そうなんですよね、有名ですもんね。はい、それをびっくりしたんですけど。あ、そうですか。はい、もういろいろとそう、すでにショッピングされましたよ、ね、もうたくさんあの目移りするほどいたんですけれども、その中でも、はい、やっぱりちょっとシドニーといえば、オーストラリアといえばというものが選べたらいいなと思って、選んでいただきました。はい、選びました。はい、こちらですね、あのオーストラリアの野菜や果物の型から作ったお皿、器なんですね。面白い。ちょっとこうなんか少しいびつのような感じがしますけど、はい、これは果物か野菜の形。そうなんです。そういうことなんですね。はい、まさに裏返すと、あの果物の殻、例えばスイカだとかのパパイヤとか、日本にはない果物とか、そういうものの形になっていたりします。あ、そうなんですか、はい、とっても素敵なこのお皿ボールなんですけれども、今日はこの後会場で抽選会が行われまして、その時にこのお皿がプレゼントされるんですよね。はい、そうなんです。あの今日ね、女性の皆さんも多いので、はい、あのぜひアクセサリーを入れたりとか、千円飾ったりとか、お料理の、ね、器にちょっと使ってみたりとか、いろいろと使えると思うので、ぜひ今日は手に入れてください、お楽しみしていただきたいと思います。さあ、続いて、あ、今度こちらはどこでしょうか？はい、こちらはボルガンバレーリゾートですね。はい、ここでは、うわ、はい、いやー、はい、ねえ、もう本当に気持ちが良かったんですけどこちらですね、世界遺産ブルーマウンテンズに隣接するリゾートのスパなんです。そうですか。というの広大な山、自然に囲まれている場所で、空気も綺麗で、どこを見ても本当に山と空がすごく美しいんですけれども、その中であの乗馬とかやったんですか？はい、やったんですか？やっちゃいました。いや、いいですね。確かに気持ちいいですよね。はい、そしてあのブッシュウォーキングっていうのも、ちょっとあの短い草のところをウォーキングして、そこにある自然とか動物とか植物、あと生物、虫とかですね、をあの説明してもらったりとか、自然に触れ合える。はい、永井さんどうですか？ここにもいらっしゃってあります？行ってみたいですよ。行ってみたいですよね。こんな大自然の中で、僕も乗馬結構やったりとかするので。そうですか。いや、うまい、羨ましいですね。やっちゃいましたね。素晴らしい景色ですよね。はい、そしてあのこ
ちらのやっぱりリゾートスパというだけあって、はい、もう館内もとてもゆったりとした作りになっていて、お部屋にはプールがそれぞれについていたり、はい、あと動物が夕方になると出てきて、あのワラルというカンガルーのちっちゃいワラル動物がぴょん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 跳ねていたりして、もう自然に野生でいるんですよね。そうなんですよ、お部屋から見られたりして、それがすごく、あ、ウォンバットかな、ウォンバットですね、かわいいんですよ。これお部屋から見えたりもするんですか。そうなんです。え、ウォンバットが見えたりするんですか。そうですね、それ本当携帯で写真が撮れる距離にいたりして、遠くに来たなって実感しましたね。素晴らしいところなんですね。はい、またサンセットとか星空もとても綺麗で癒されました。なんだかロマンチックね。そうなんですよ、だから友達や家族と行くのもいいんですけど、ハネムーンに行かれてもいいんじゃないかなと思いました。ハネムーンにぴったりじゃないですか、長井さん。いいですね、長井さんに。この大自然の中でまた違った恋とかね。あ、見る目もだいぶ変わってくるかもしれないですね。気持ち的に変わられてるかも。そうですか、情熱的に。そうですね、情熱的に見えませんか。でも二人きりを楽しめると思います。ねえ、本当に素敵なところをご紹介いただきましてありがとうございます。いくつかご紹介いただきましたけれども、まだまだ素敵なところがたくさんあるんですよね。押切さんの会は4月の27日ですね。はい、そうです、第1回目の放送になりますので、詳しいことはこちらでチェックしていただいて、投票もぜひなさっていただきたいと思います。はい、ぜひお待ちしています。はい、よろしくお願いします。さあ、続いて今度は永井さんに伺ってまいりたいと思います。はい、ゴールドコーストですね。はい、3回もいらっしゃったという、ゴールドコーストはいかがでしたか。いや、もう相変わらずやっぱり素敵な街でしたね。はい、まあ、こういうふうにあの海沿いにある場所もそうですし、まあ、ちょっと車で3、40分ぐらい走らせると、ね、すぐその森の方にも行けたりとかするので、る、まあ、世界遺産もありますし、ね、ただといってこう田舎だけじゃなく、ああいった高層マンションがあったりとか、すごく近代的な建物もたくさんある。反面こうちょっとしたこうなんですかね、あの自然の、まあ、こういう形でコアラを抱っこできたりする場合もありますし、ここは自然、動物の保護園みたいな感じのところなんですけども、はいはい、あのゴールドコーストからも気軽に行きますし、鳥やね、あの本当カンガルーとか、まあ、実際に餌付けとかもできるので、餌付け、オーストラリアってそういうのも魅力の一つですよね。そうですね、動物と触れ合うとかね、なかなか日本だとチャンスがないんですけれども、あ、いますね、真ん中にいるのはそのコアラですよね。そうですね、押切さん、コアラは今回抱っこされましたか。いや、今回はですね、すごく行きたかったんですけど、見に行くこともできなかったんですね。あら、まあ、ちょっとあの時間の都合ですもんね。はい、リラックスなんですから、ね。まあ、だからもうこの写真が羨ましくてしょうがないですね。でもあれですよ、次回のお楽しみに撮っておけば、はい、それはそれでまたね、お楽しみがあるんじゃない。あるのかな。必ずぜひ行っていただきたいと思いますけれども、はい、そうですね、あ、これもいいですね。これ FBS ではないんですけども、まあ、日本にはすごい珍しいんですけど、この動物園の園内の中にですね、動物病院が備え付けられてるんですよ。へー、これですね。あ、病院なんですね。はい、そうなんだ。で、周りにいる動物たちとかも、こうここに運ばれてきて治療されたりだとか、もちろん園内の中にいる動物たちもここでいろいろと対応してくれるという。確かにニュースでも見たことありますね。コアラがなんか怪我して、それで保護されて、またそれを治して自然に返していくなんていうね、そういう活動もオーストラリアで盛んに行われてる。しかもちゃんと治るまで、最後まで面倒を見るという。自然を大事にしてるというのがよくわかりますよね。こういうところからもね。さあ、続いてこちらでございますが、これは、はい、こちらはですね、いや、綺麗じゃないですか。ホテルですね。ホテルだ。はい、うわ、あの2012年にオープンしたばかりのシーテンプルサーファーズパラダイスという素敵なホテルですね。なんとここ、はい、77階建てです。これご覧ください、このお部屋。わ、綺麗な、この立派な、まあ、コンドミニアムみたいなそういうタイプになってるんですけど、これはね、長い、これ本当に僕らがいたのが61階だったかな、その前だったんですけども、この建物もう長い目は最高にいいですね。
なんかほとんど空空にいるようなそんな感じですか。本当ですね。この景色最高ですよ。景色はシャンパンとか今持っちゃってましたね。ちょっとお部屋の中でシャンパンを食べたら素敵、似合う。風がまた気持ちいいですし、気候もすごくいいので、いいでなぁ。こういうところでのんびり過ごすの最高ですよね。本当おしゃれにシャンパン召し上がってるわ。いいですね。空の中に部屋があるみたいな、いやそんなイメージですね。で海も見えて、いやまあ贅沢ですね。そのコンドミニアムということですから、はい、ここだったらどうでしょうか。2人はもちろん素敵だけれど、うん、グループでまで行くっていうのも楽しいと思いますね。いいね、はい、4カップル5カップルでも十分こう楽しめるスペースなので、広いスペースは広いんだ。だから割れば安い、だいぶ安い。さすが。普通のホテルに泊まるよりも格段に安いです。素敵じゃないですか、こんな素敵なところ。うん、あ、またなんか楽しいことをなさって、これ何ですか？これはですね、サンドボード。砂の上をこうスノーボードみたいな感じで、はい、ボードで滑るんですけども。難しくないんですか？結構難しかったです。難しそう。はい、本当にやってるイメージですよね。上手だからね。結構難しかったですよ。2回目に乗れたんですよ。あ、そうですか。結構難しかったですよ。あ、これすごい。これはパラセーリングですね。いやいいな。これ海にこう上がっていくんですよね。そうですね。これはね、ジェットスキーなんですけど、ラジェンス船舶と、はい、船舶のライセンス持ってらっしゃるんだ。船舶とジェットのライセンスを持ってる。両方持ってる。すごい。わあ、これをじゃあ操縦してるのは長井さんですね。そうですね。いやね、これね、本当にオーストラリアの海ってすごく綺麗だから、もう乗っててね、もう気分も違いますよね。気持ちよかったですね。全然違うんですね。違いましたね。景色が違うとね、海が違うとね。じゃあ、加藤さん、あ、これも一緒のところは、パラセーリングですね。すごい。パラセーリング。だいぶ高いところまで上げてもらって、80メートルぐらいかな、結構高いところまで、ね。加藤さん怖がってなかったですか？加藤さんがですね、はい、またあの高いところが大好きで、良かったですね。じゃあ逆に僕の方がちょっと風もちょっと強かったので、そう。ちょっとあんまり動かないで動かないで、加藤さん動かないで。逆に僕が見るちょっと意外な感じですね。はい、怖がってる様子も見たいですね。本当そうですよね。はい、あの本当にそのアクティビティたくさんありますので、うん、まあ、今回は10の体験でしたけれどもね、他にもたくさんいろいろと皆さんもお楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思っております。